円順列と重複順列の2回目です、えー。丸2ページを開いてください。今回は重複順列についてお話しいたします。重複順列、えー、言葉がすごく難しい。またあ、それをどうやって解いていいか、ちょっとうっかりすると忘れてしまって、えー、すごく難しく感じるというものでありますが、実は全ての順列の議論の中で、最も自然で最も単純なものが この重複順列というものなんですね。どういうものなのか。丸2ページの18行目の例。見てください。えカバンの鍵などに利用される10個の数字0123456789から同じものを繰り返し使うことを許してできる3つの数字の並べは何通りあるか。こういう問題ですね。えー、3つ。ちょうどこの図にあるように鍵で、えー 変える、位置を変えることのできる、えー、和が3個あるわけですね。3個ある。どの和についても、0から9までの10通りの決め方があるわけですね。0から9までの決め方10通りある。最初のやつ、一番左のやつを0から9のどれにしても、2番目のやつは0から9までのまた2位のものに変えることができますし、3番目のやつも0から9までの2位のものに決めることができますね。で、従って、 どれについても10通りずつありますから、10×10×10 10 10で10の3乗で1000通りだと。こういうふうに答え出るわけです。だから、こういうあの、ナンバー式の鍵、えー、ですね。3桁のものだと、1000通りやれば、まあ、全ての場合が尽くされてしまいますから、破りやすいですね。4桁にすると、今度は10の4乗、1万通りになりますから、ちょっと破るのは大変になりますね。 5個になりますと10の5乗になりますがどん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 破るのは大変。えー、つまり、順番に試していくという、そういう素朴なやり方では、なかなかその鍵を破ることができなくなるというわけであります。でこのように、今この鍵の桁数を今3桁から4桁、5桁にする、こういう話をしましたけども、すぐ皆さん分かっていただけましたよね。 で、このように、実は重複順列というのは、極めて自然なもんなんですね。丸3ページに行きまして、異なる N 個のものの中から、同じものを繰り返し取ることを許して、R 個を取って一列に並べる順列。で、それを N 個から R 個を取った重複順列というわけです。また、同じものを繰り返し取ることを許して、なんていうふうに表現が入ってますので、長ったらしい表現が入ってますので、 すごく難しそうに感じるんですが、同じものを取り、繰り返し取ることを許してっていうのは、要するに何取ってもいいよっていう、そういうことなんですね。前に取ったものはもう使えないよとかって、そういうことがないっていうです。従来やってきた順列がややこしいのは、N 個の異なるものの中、R 個の異なるものを取り出すっていう条件があるので、最初に、A、1個を取るときは N 通りある2番目のものは最初に、 使った1個は使えないので n-1 通りだ。その次に2 3番目のやつは最初と2番目に使ったやつはもう使えないので n-2 通りだ。こういうふうに考えなきゃいけなかった。それに対して毎回毎回 n 通り、n 通り、n 通り、こういうわけですから、それを r 回繰り返すことができれば n の r 乗、えー、それだけ場合の数があるということがすぐにわかりますね。 これが重複順列というものです。だから重複順列という言葉の難しさに騙されないようにしてください。問いの十自由に、奇数の数字だけで作られる三桁の整数。奇数というのは1,3,5,7,9ですね。で、嬉しいことにこの場合はゼロが入っていませんから、三桁の整数というと時にあまり気にしなくて済みますね。全般は簡単です。偶数の数字だけを使って作られる三桁の数。えー はどうか。今度は、0248、えー、ということになりますね。で、今度は0が入ってますから、3桁の整数っていうふうに言ったときに、100の位に0を使うっていうことはできないで。このことだけ気をつけなければいけないわけですね。同じ数は繰り返し使っていいわけですから、重複順列の公式が使えますので、重複順、同じ数が使えない場合に比べて、同じ数を使っていい場合は、実は簡単なんだ。 ということです。